とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダルケルの武器、全3種類あるんだけども、そのすべての隠し刻印を紹介します。それでは、早速、行ってみましょう。それでは、まずはこの武器、石打ち、一つ目。宝石が 10% で追加ドロップ。2つ目、ダッシュ攻撃ダメージ 22% アップ。宝石が 10% で追加ドロップ。他はね、確か大妖精が持ってるだけなので、なかなかレアなスキルではあるよね。それでは次の装備、岩砕き。1つ目、宝石が 11% で追加ドロップ。2つ目も宝石が 11% で追加ドロップ。かなりレアなスキルなので、まあ、これにしかついておりません。2つつくと、まあそこそこ宝石が出やすくなるけども、これって必要なのかな、ちょっと微妙な気がします。それでは最後の武器、巨岩砕き。1つ目、ダッシュ攻撃ダメージ 20% アップ。2つ目、敵を倒した時にハートが一部回復。これハートが回復が倒した時じゃなくって、ダメージを与えた時に回復の方が良かったけどもね。そしてダッシュ攻撃ダメージ、やっぱりダルケルにはこれがつくかっていう感じ。そうだね、この他にも残りの4つをダッシュ攻撃にすると、あのゴロゴロ転がる攻撃がちょっとは良くなるのか。でもちょっと微妙なスキルだなっていう感じはします。はい、ということで今日はダルケルの3種類の武器、すべての隠し刻印を見ていきました。結構微妙なスキルが多い。なので、まあ巨岩砕きが一番マシかな。もうちょっとね、スキルいいのがついててくれてもよかったんだけども、ちょっと残念です。はい、ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。